これも例えば重心ってどこですかって言った時にあんまり皆さんが認識がない。例えばこのもののバランスで大体この辺だ、ここを振ってやればいいのになっていう。忘れてたそのどうしてもここをみんなが振ろうと、だから振りづらい。物にはどんなものでもこのバランスのポイントがあって、一番支えやすいと、ここを意識してここを振るようにするといい。そうするとだって振りやすいでしょ。ってその重心の物の重心の位置が分かってて振ったら簡単なの。だって一番だってずれないところでしょ。これが通るところを意識、この位置が通るところを意識すると、あとここの位置を上手にビューンって振ってやる意識があったら、これ勝手にだってうまくいくでしょ。ノークラブもそうですよね。ノークラブもパターなんかも得意そうかな。